私何を隠そう、銀河マン555、2年連続最終オーディションで落ちてます。あ、そうか、はい、言ってたねそれ、はい、いなくてよかった。銀河マンの時に最終まで残って、うん、最後撮影所監督もプロデューサーもいるところで、うん、終電間際まで粘ったんですよ、はいはいはい、覚えてます。それで一緒に帰ったのが前ちゃんと翔英くんと僕で、3人で大泉から池袋まで帰って、池袋でバラバラになる時にきっと誰かが受かっていて誰かが落ちてない、あ、落ちてるはず、はい、恨みっこなしなって言って第1話見たら俺だけ落ちてたんです。最高だね。ビビりましたよ本当。555でやっぱり一次審査から第5次審査ぐらいの書類の受かり方はなんとなくもう心得ていて、うん、最終オーディションはやっぱりこう5人のバランスじゃないですか、うん、だからリュウちゃんが真ん中でレッドやったらとか、谷口くんが今度レッドやってみたら誰々くんはとか、うん、そういう風に並び替えあるじゃないですか。あそこの時に僕は555にいるんですよ。だけど、もう谷口くんのクールさ、ほんでリュウちゃんの熱さ、これに敗れ、私はもうタイムレンジャーのオーディションの時にはですね、もうオーディションも受けなかった。腹立たしくて、もう電車賃が出ていっちゃうばっかりなんで、でもガオレンジャーの時にですね、400万の借金を抱えておりまして、ただの競馬の借金なんです。やるしかないということで、クズだね、クズ、受からせていただいたのがガオレンジャーという素晴らしい借金があって、一念発起してもうやるしかないと。そうです、ガオンにかけるしかないと。そうです、すごい。だからもう銀河マンと555はすごすぎて受からなかったんですけど、あのガオレンジャーは大したやつがいなかったんで受かったという。そんなことはないでしょ。だからすごい戦隊なんだってことを俺は、まあ、たまたま僕も翔英も銀河マンという作品ね出させていただいたんですが、その年の年賀状、酒井君から年賀状来たんですね、はい、子供番組なんか出やがってみたいな感じで来てたんですよ年賀状が。でその 2,3 年後に、ガオレンジャー決まりましたっていう年賀状が来て、やりたかったんじゃねえかみたいな、やりたかったんだよ。今日はですね、純烈メンバー脱退謝罪会、あ違いましたね、